岡庭博士は、日本の実業家、経営学者。日本工業銀行勤務を経て、参考棋戦の代表取締役、会長を務めた。大阪産業大学名誉教授、経済学博士。長男は評論家の岡庭る兵庫県神戸市出身。姫路高等学校を経て、1935年に、九州帝国大学法文学部に入学。 在学中に高等文館試験に合格したが、官僚への道には進まず、卒業後、日本工業銀行に入校。調査部に配置され、大阪支店に勤務した。1943年、姫路高校の先輩である、川本俊夫に壊れて、参考棋戦に取締役として入社。参考棋戦の番頭格として、川本を補佐し、 財務担当役員として活躍した。1949年、川本が第24回衆議院議員総選挙に兵庫県第4区から出馬し当選。以後、川本が衆議院議員としての活動が多忙を極める中で、岡庭が実務面全般を取り仕切ることとなる。その後、1960年に常務、1962年に専務となり、 1963年の海運集約に参加しないことで政府の統制を受けない自由度の高さからタンカーなどの大型船の拡充に力を入れた。さらに1971年からは株式の自家発行や第三者割当増資を繰り返して多額の資金調達を行い、大々的に潜伏を増強、同社を世界でも有数の海運会社へと成長させた。 一方で社業の傍ら、大阪産業大学教授を務め、海運経営や企業財務を講じている。1974年には、代表取締役副会長に、昇進。さらに1981年には、会長となって、経営手腕を発揮したが、世界的な海運不況の煽りを受け、参考期制の経営は悪化し、1982年3月期決算は、 最終利益が黒字になったものの、翌年から3期連続の赤字となり1985年初頭には、同社の株価は100円を割るようになる。1985年8月13日、参考期戦は5200億円の負債を抱え会社、構成法の適用を申請し倒産。翌年には会長を退任し、その後は、海運氏の著述に専念する。 2004年2月20日脳腫瘍のため91歳で死去ありがとうございます